僕は彼女に追いつこうと走った。きっとまだ間に合うはずだ。手と足の感覚がいつもと違うように思えた。その時僕は彼女に言われた言葉、本当にしたいことをしない理由を他人に押し付けないで、という言葉を思い出していた。そして自分が一体どれほどの間、本当にしたいことをしない理由を他人に押し付けていたのだろうと考えた。他人は自分の思い通りにならない。